19時の定例会見を始めます。知事よろしくお願いします。はい、それでは会見始めます。私の方から3点申し上げます。まず最初は IOC プロジェクトレビューについてであります。昨日4月3日ですが、吉野都議会議長とともに IOC のプロジェクトレビューに出席いたしました。ジョン・コーツ IOC 副会長、これは調整委員長です。つまり東京大会の担当と、それから IOC 副委員長のアレックス・ギラディ氏、ジルベール・フェリー氏など IOC の関係者と面会をいたしました。取材に来られた方もおられると思います。で、今回は組織委員会が発足してから初めての IOC との本格的なセッションとなりました。で、私の方からは、コーツさんをはじめ IOC の関係者に、東京大会を史上最高、世界一のオリンピック・パラリンピック大会とすると、そういうことを改めて申し上げました。その後、組織委員会から準備作業がオールジャパンで着実に進んでいるということを説明していただいて、IOC の関係者からさまざまな項目について、多角的なアドバイスをいただいたということを報告を受けております。で、午後、あいにくの雨でありましたけれども、室伏広治、ハンマー投げですね、理事とともに、それからヨット、コーツさんがヨットのオリンピック選手でありましたので、ヨットの若いアスリートたちに集まっていただいて、選手村予定地を視察するということで、昨日、委員長一行を迎えました。まあ、大変悪天候でございましたけれども、いろんな意見の交換を行うことができました。で、夜は組織委員会主催の夕食会に私も参りまして、直接、コーツさんはじめ皆さん方と親しく会談することができました。で、まあ、今回が IOC との本格的な協議のキックオフということになると思いますんで、これから頻繁に IOC の方々も来られると思いますんで、そのご指導いただきながら、万全の準備を整えたいと思っております。それがまず第1点目の IOC プロジェクトレビューについてであります。それから2点目はすでに事務レベルではご説明があっていると思いますが、都議会も終わりました。そこで、現場を視察したいということについて申し上げます。4月になりまして、今申し上げましたように議会も終わり、予算案も了承されましたので、現場視察を始めたいと思います。で、まずは来週9日の水曜日に、今1日かけまして多摩地区の視察を行いたいと思っております。で、具体的な仲間につきましては、東京消防庁の立川防災館、府立府中療育センター、都立多摩総合病院センターなど、まあ、防災福祉医療といった現場に加えまして、野菜生産農家も視察したいと思っております。立川はウドの産地だということで、ウドを食べていきたいと思いますので、ぜひ記者の皆さん方もお時間許す方は一緒にウドを食べるためだけではなくてですね、一緒に現場を視察していただいて、でやっぱり情報を共有して、こういうところ問題点があるんだと、それから私はどうしても厚生労働大臣でしたから、そういう目で見ちゃうんで、例えば医療とか福祉関係で、皆さん方の記者さんたちの目で見て、いやこういう視点から見た方がいいよっていうのは、そういうアドバイスもいただけるとありがたいんで、この東京をよくするっていうのはオールジャパン、オール東京でやらないといけないんで、まあ、ぜひお時間ある方は取材兼ねて、ご視聴できればと思っております。それから第3点は森田千葉県知事との会談についてでございますけれども、4月の1日に千葉県の森田知事とお会いをいたしました。そのことに関連しまして、昨日、あるテレビ局のお昼のニュースで、私と森田知事が会談した際に、国内は羽田国際成田というルールを見直して、千葉県側から了承されたという報道がございましたけれども、これは事実ではございませんために、知事本局を通じまして、抗議をして、文書で訂正を申し入れました。で、申し入れを受けて、すでに訂正した内容の放送がなされておりますので、まあ、これはこれ以上追及しませんということでありますけれども、
どういうことじゃ話したんだというと、例えば直下型地震、東京って言っても千葉、神奈川、埼玉、関東大震災という時には横浜の被害非常に多かったんですね。関東という名前で呼ばれてますが、例えばそういうことがあります。それからオリンピック・パラリンピックもいろんな点で協力しないといけないということで、そういう大きな協力する中の一つのテーマとして空港の問題もございまして、でそれは皆さん予算特別委員会をずっとお聞きにいただいていると思いますけれども、3月25日の予算特別委員会で自民党の大田区選出の鈴木章弘理事の方から、羽田空港問題のご質問がございました。でその時の議事録を精査していただければ分かりますけれども、簡単にその時のさわりを読みますとですね、今鈴木理事がおっしゃったように両方というのは羽田と成田の容量を上げて両方の機能強化と国際化をやることが一番いい方法であって、羽田を強化して成田がダメになる、成田はあれだけ苦労して成田を成失礼、ちょっとそこ飛ばしますね。だから羽田を強化して、成田がダメになるという、そういうことじゃなくて、いや成田も良くなりますよ、羽田も良くなりますよと、そして今こういう状況なんで、今まで成田か羽田かというそっちを立てればこっちが立たないという、そういうジレンマのような問題を解決するという大変絶好の機会が来ておると思いますし、私は千葉県の森田知事とも非常に親しい間柄でありますから、この問題についても積極的に議論し、また党全体を挙げまして、今理事がご指摘のというのは羽田の問題ですけど、前向きに取り組んでまいりたいと思いますというようなことを申し上げたことをそのまま森田知事の方にご説明をしたということでありまして、両方とも成田も良くなる、羽田も良くなるということであります。それからもう一つ忘れてならないのは、東京は羽田で千葉が成田ということじゃないんです。例えば東京の北区に住んでる人、北部に住んでる23区でもですね、それは港区とかそこは羽田の方が近いと思います、品川にしてもですね。ところが日暮里から36分で成田に行く交通手段がある地域に住んでる東京都民は圧倒的に成田空港の方が羽田空港よりも便利がいいんです。そういうことで成田は千葉県、羽田は東京都民のもんだって、そんな感じでは全然ない。東京都民も成田を非常に使い勝手がいいものにしてもらわないと困るし、もちろん羽田もそうだと、そういう形で両方ウィンウィンでやりましょうと、そういう背景がありますということでありますんで、例えば直下型地震が起こったときに東京都民が千葉の方に避難したい、千葉県民が東京の方に避難したい、そういうケースがあったときに、県境をまたがる道路や橋梁、橋がきちんと整備しなかったら大変ですねという共通認識はあるわけです。道路交通も空の話だけではありません。そういう形、そういうことをしっかり森田知事とお話して、両方の知事がそういう意向であるから事務方で今後積み重ねていってさまざまな協力をいたしましょうと、そういうことであります。で同じような協力関係は当然神奈川県の黒岩知事、それから埼玉県の上田知事ともやらないといけませんので、今後隣接県の知事さん、政令指定都市の市長さん、緊密な協議を続けていきたいと、そういうふうに思っております。私の方から今申し上げました IOC のプロジェクトレビュー、それからあれですね、その千葉県の失礼、森田知事との会談、これは最後でしたけど、それから現場視察についてです。それから先ほどちょっと失礼しました、コーツさんはボートの選手で、ヨットじゃありません、ボートの選手だということで、ボートの若いアスリートに集まっていただきました。私の方からその3点ですので、そのことも含めまして、ご質問ありましたらお受けしたいと思います。どうぞ。はい、フランス10の及川と申します。はい、
36,681箇所のコミューンで、フランスのエレクションミニスパールが3月30日、投票されました。その結果についてのご意見、結果はですね、極右のフォンナショナルが大体 7% ぐらい、票を取って、舛添さんが研究者としてフランス滞在されてた折は、まさにパパルペンのジョン・マヒー・ルペンさんが勢力を伸ばしていた状況ですが、フランスにおいて極右が伸びていることについて、国際政治学者のお立場からのコメントをいただければと思います。はい、なんか東京都内の36,000拠点何だったろうと一瞬あれされ、いや、これは私の方が解説すると、フランスの地方選挙があって、その結果についてどう思いますかということで、あんまり都知事が答えることではないと思いますけれども、毎日ルモンド読んでますから中身は知っております。特にマルセイユ、リヨン、これは都市部も含めて、フロンナショナルっていうのは国民戦線ということで、極右政党で、これが非常に伸びた。それは移民政策やその他の問題とか経済不況とか、そういうところに不満があると思いますけど、パリについて言うと、パリの中心部よりパリは郊外なんで、あとはそういうことについては、それはフランス国民が決定することでありますので、私がとやかく言う問題ではありませんし、ヨーロッパで移民問題含めて経済情勢、特に若者の失業、こういうところが反映されているんだろうというふうな解釈はいたしております。でついでに今おっしゃいましたから申し上げますと、今オランドさんという社会党の政権大統領ですけれども、今回パリ市長、これは東京都知事のカウンターパートに都市外交ではなるんですけど、2人の女性が戦われましたけれども、社会党系の方の女性の方が、今回非常に社会党、政権党は今おっしゃったように極右含めて野党が伸びたんですけれども、パリについて言うと、社会党系の、この前まで副知事をやられてた女性が当選しました。でしたがって、選挙も終わって、この方が今からパリの市政を担われますんで、都市外交をという立場からは、パリとの間で、いろんな、特に今、東京シャンゼリゼ計画のような話をいたしておりますので、そういうことを含めてパリのまちづくりなんかについてご参考になる意見が聞けるとすれば、新しい市長とやれるなと、そんな感じです。はい、はい。2001年春から、ドラノエさんの社会党姿勢、これはパリコミューン以来なんで130年ぶりの政権交代だったんですが、2001年から5年間で託児所3212箇所を作られました。私自身昨年視察したときに、市庁舎の1階を200平方メートル託児所を作った、2階150平方メートル作った、そして各大学にも託児所を作った。今後このパリの託児所政策を模範にして、例えば首都大学東京に託児所を作るとか、東京都庁舎に託児所を作るというお考えはあるか、それについて伺います。はい、具体的にどういうふうになっているか現場見てみないとパリについては分かりませんけれども、どの町の経験であれ、参考にできるものは参考にしたいというふうに思ってますけど、ポイントは職場に作るというのも一つだけれども、東京の場合、満員電車に揺られながら子どもを抱えて、あの満員電車の中で職場まで一緒に子どもと通うのがいいのか、それとも自分が住んでる町の駅前の託児所がいいかというと、それは働き方のパターンによると思いますので、両方模索するべきだと思いますので、パリに行くような機会があれば、今おっしゃったようなこともいいサジェッションとして、これは見ていきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 MX テレビの風戸です。はい、伊豆大島について伺いたいと思います。はい、昨日降り続いた雨で危険の程度が高まったとしてですね、はい、気象庁と都が昨日の午後6時15分、はい、6時15分にですね、はい、土砂災害警戒情報を出しました。はい、町はその後、1時間15分後に、避難指示と避難勧告を出したわけですが、前回半年前の災害の時に比べて、非常に早い対応だったという島の声の
声もあるんですけれども、まあ、半年前の教訓を生かしたというふうに言えると思いますでしょうか。はい、私も実はこの雨の報告を適時受けておりまして、IOC の委員の方々と一緒でしたけど、常にその情報が取れる体制でおりましたんで、まあ、結果的にですね、この明け方の4時25分に避難指示および避難勧告が解除したということで、まあ、実的物的な被害がなかったので大変良かったと思いますけれど、やはりあれだけの大災害を経験してますから、町の方もみんな総動員で体制を取り、都の方も全面的にバックアップする立場で体制を整えておりましたので、まあ、この前の教訓は生きたというふうに思っています。よろしいでしょうか。はい、はい、どうぞ。はい、東京新聞永山です。はい、羽田空港の話をちょっと伺いたいんですけれども、はい、知事がですね、予算特別委員会で、成田も良くなりますよと、羽田も良くなりますよというような関係を、まあ、構築していかなきゃいけないというようなことをおっしゃっていると、はいはいはい、で今その関係でウィンウィンの関係だとおっしゃったと思うんですけども、はいはいはい、まあ、一方でですね、やっぱりウィンウィンの関係が成り立ってこなかった歴史というかですね、事実もあるということで、はい、具体的にですね、そのウィンウィンの関係をどのように構築していくかと。で、知事の言葉では低運賃の飛行機が成田から出るというような住み分けもやり始めているというようなこともおっしゃってますけれども、もう少しですね、ウィンウィンの関係のちょっと具体的イメージを教えていただけたらと思うんですけども。ですね、今まではその空港を運営する方々の目で、飛行機会社を運営する経営者の目でしか見てこなかったという感じがするんです。ですから、あれだけ苦労して成田を作ったわけで、それはもう大変なことでしたね。警備含めてデモがありっていうことで、開港だって遅れたわけですから、ああいうボートが中に入ったりして、だけどやっぱりこれからは私たち飛行機を利用する者の立場で動かさないと、2020年に東京のオリンピック・パラリンピック大会があって、たくさんの方がお見えになるときに、飛行機会社の立場とか空港会社の立場でやるんでは話にならないと。そうすると、例えば低運賃というのはある意味で経営側の立場ですね。低運賃であったら羽田に近い人も成田までわざわざでも行きますよということから、経営的な観点からやってる。で、皆さん方もそうですけど、今何区に住んでらっしゃいますかと、皆さんの会社がどこにありますかと。今私は新宿にいて、今出張命令が出て行けって言った時に、成田に行く、羽田に行くって、この前措置に行きましたけど、これは成田を使いました。だけど選択肢が多様であるということが非常にいいんで、例えば私の自宅からは少し羽田の方が便利がいいです。しかし羽田から週に2便しか飛んでないところは、成田なら毎日飛んであるって言ったら、成田を使うケースの方がはるかに多いかもしれない。それから同じ行き先でも、羽田から出る飛行機を使ったら現地に着くのが前中で不便だとか、現地で1日損しちゃう、ところが成田から出れば1日儲かるというような形を計算したときに、我々にとっては成田も羽田も自由に自分の目的と、そのいろんな事情によって使い分けができるということが非常に大切なんで、ということなんです。だから、そういうことが可能にするために、まあ、住み分けっていうのが今一つ、そういう形で経営側から見たときはそうだけども、利用者から見たときは、その羽田から低運賃飛ばしてもらえませんかという声があってもいいわけですね。しかし、そうするとみんな全部羽田に集中するじゃないかという声もあって、もともとは長い長いそういう、要するにゼロサムゲーム的な、こっち立てれば立てのような関係があったから、それを改める絶好の機会が2020年だと思うのは、ものすごい航空輸送の需要が来ますから、羽田と成田なんて言ってたんじゃとてもじゃないけど対応できないから、両方でやりましょう。それが森田知事と私の考えが一致しているところであります。で、そのためには、実を言うと2つの空港のシャトル、これをもっとなんとか便利にできないか、ヘリコプターって手もあるかもしれない。それから、まあ道路を引くっていうのは非常に
いろんな困難とかお金と時間かかりますから2020年間に合うかどうか分からないというのはありますけれども、両方の空港の移動は非常に大変ですね。今これを短時間で、昔は確かあそこリニアかなんかでつなぐというのはアイデアもあったと思うんですけども、まあ6年後に間に合わない可能性は十分ありますよ。間に合わない鉄道なんかだと。だけどもちょっとそのシャトルをもう少し便利にすると、両方間の両空港間の、こういうことをやって、これからは私たち日本人も外国のお客さんも非常に使い勝手のいい2つの空港という関係ができればというふうに思ってますので、これは今からまた細かく検討しながらみんなで考えていきたいと思ってます。はい、よろしいですか。宮崎通信の稲村と申します、はい、今の空港問題なんですけれども、つい2週間前に全日空さんが羽田の拡張工事が完了したということで、またファイブスターの航空会社に初めての受賞をしたということで、社長も出られた披露の宴がありました。その席で外国のファイブスターを差し上げた方が空港についてですね、いつその羽田が旅客専用になるんですかという質問をされておりました。それはいわゆる千葉の場合ですね、成田の場合、東京まで来ましても地方にほとんど行く便がないんで、やはり皆さん東京に一回来るんですね。現に東北の支援で来る各国は皆成田まで来て右往左往してまた地方に新幹線乗り換えると。こんな不便な空港ないんですね。だからあそこは成田貨物にすべきだというのがその人たちの意見でした。私もそう思いました。私どもが作っている国際航空政策研究会というのでも、やはり羽田は絶対に旅客にすべきだと。それはもう24時間空港なんですよね。深夜も飛べるんです。今まで成田は深夜も飛べない、24時間もダメ、2つ目も滑走路作らせないと今まで嫌がらせをしてきたんですね。だからあそこは貨物に専用すべきだというのがその外人の方の意見で、また私どもの会進んでいる会でもあります。だから松戸市東京の地ですのになぜ千葉に肩寄せするのか、ちょっとそのあたり不審に思いますけれども、いかがですか。いや、先ほどきちんと説明したように、東京都民のにとっても住んでいるところによってははるかに成田の方が便利がいい方々がたくさんいるわけですよね。いやいや、だから日暮里の駅のそばに住んでる人はパッと乗って36分間で成田に行けるわけですよ、1本で。じゃあ日暮里の駅から羽田空港に来るのに何回乗り換えてモノレール乗ってどれだけ時間かかりますかって言ったら、私は成田に行きたいなと思う。で、成田がカーゴばっかりで乗客にならなかったらどうするかということなんで、その外国の方は申し訳ないけど、この広大な東京という街のことをよくご理解できてないというふうに思うしかないんで、一つのご意見としていただきますけど、問題はそんなに簡単ではないし、私が今まで申し上げたんで、千葉県の肩を持って行ったことは全くないと思います。はい、どうぞ。日本経済新聞の立野です。はい、政務担当の特別秘書また一人増やされましたけれども、はい、今このタイミングでということの狙い理由というのを改めてお聞かせいただけますでしょうか。現場を歩きますので、皆さん方とともに、現場を見てものを考えるときに、メディアの皆さん方の立場から見てきちんと対応できる、そういう秘書が必要だということで、現場に出るからということでこのタイミングです。よろしいでしょうか。はい、共同通信の中井と申します。はい、そうなります。政務に関するお尋ねなんですが、はい、今月下旬に練馬区長選ございまして、はい、13日告示なんですが、はい、知事が告示に自民党の推薦候補の応援に入られるという話を伺いました。はいはい、応援に入られるそのご真意といいますか、その区長選へのスタンスというのをもし教えていただければ伺えますか。私は私の政治家としての知事選挙の時も東京世界一という公約を掲げております。で、その公約に反対の方を応援することはできないけれども、その東京世界一という公約を含めて私の政策に賛成していただける方
これは政治家として政治のレベルで応援するのは全く問題ないし、むしろ政治家としての当たり前の行動であろうというふうに思いますから、これからもさまざまな選挙があれば必要に応じて、特にこれは各区の区長さんであれば当然一緒に今から仕事をしていかないといけないですから、そういう意味で応援をするということです。つまり自民党の推薦候補だからその応援をするということではなくて、そうすると人物本位で選ばれたということですか。私の政策に賛同するかどうかということで、候補にもお会いして賛同すると、知事の世界一を目指している公約に全面的に賛同するし、で区長になれば一緒に協力してやると、そういうことでありますので、これを応援するということです。そうそう、前川さんとお会いになられてお話をされて政策をその、まあ、そういう事実と一致するんだということが確認できたということで。そうです、はいはい、きちんとそういうことは確認しております。どうぞ。フリーの記者で佐藤と申します、はい、よろしくお願いします、はい、先月末、横田基地に、配置されているC130 からですね、パネルが落ちる、アンテナが落ちると、続けて連日、落ちる事故がありました。この事故、どのように受け止めているかということとですね、あと、落下事故については、昨年、バッテリーパネルが落ちるなどですね、ほぼ毎年、まあ、アンテナ落下事故もですね、過去に、平成20年にも起きておりまして、そういう意味では米軍の立てている再発防止策が効いていないということになるんじゃないかと思いますが、それに対して今回ですね、横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会からはこれまでと同じような内容の抗議文が送られただけになっているようですが、まあ、対象が米軍ということで難しい対応の仕方になるかとは思うんですが、横田基地周辺の住民が安全に生活するというところでですね、都がどのように関わっていくかということを、お伺いしたいと思います。今おっしゃったように、そのこういう事故はあってはならないことであって、それはきちんと抗議をすると、これまでも厳しく抗議を周辺の皆さん方とやってきたんで、今回も同じようなことをやっていくということで、それは今後とも厳しい態度は維持して厳正に対処してもらいたいということはつなぎたいと思っています。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、東京テレビの朝倉と申します。はい、水曜日の視察のことでお伺いしたいんですが、はい、警視庁それからレスキュー部隊と自衛隊等と視察されるということなんですが、それに加えて、立川のうど農家に行かれると、はい、まあ、うどを食べられるということなんですけれども、まあ、この中でどういうものを見ていきたいか、それから都市農業、まあ、この立川をはじめ、東京都内いろんな農業があると思うんですが、都市農業に対して知事自身どういうふうな問題意識を持っていらっしゃるか教えてください。この前おいしい豚の東京 X というのを、これは大変素晴らしいなと思いまして、昨日実は IOC の皆さん方と食事した時も、次回はぜひ東京 X をご賞味いただきたいということを申し上げておりました。で、例えば IOC の皆さん方来られて、東京に山があるって知らないんですね。で、まさに東京で農業をやってるっていうのは知らない。いや、実を言うと東京は雪崩もありますよと、この前そうでした。だからまあ広く東京の魅力を知らせるために島しょ部も多摩も私が重視してやって、副知事も担当を置いたっていうのは、こういうことを含めて23区だけが東京ではありませんよと。そして緑をきちんと守っていくと、それで新鮮な、例えば今言ったウドを含めて名産があるわけですから、こういうものを皆さんに食していただくというのは大変結構なことなんで、空気も良くなりますし、私はだからそういう意味ではいいものは残していきたいと思ってます。で、ぜひその今度はウドをちゃんと食べて美味しければ、豚の東京 X とウドと、まあ、どういうミックスにしたら一番美味しく食べれるのか、ちょっと研究をしてみますけれども、やっぱりおそらくロンドンオリンピックでもどこのオリンピックでも大都会でやるオリンピックで今
ここで作ったものを食べさせますよっていうのはあんまりないと思うんで、まあ、そういうことからも東京の魅力の発信ということで現実に賞味してみたいというふうに思ってますから、都市農業についてもきちんと残せるものは残していきたいと思ってます。よろしいでしょうか。あとは、はい、新宿新聞の木田です、はい。先ほど先日ですが、まあ、政府のエネルギー基本計画というものが、はい、発表されました、その中で、特に再生エネルギーにつきましてですね、活用については明確な数値が出てきませんでした。以前はですね、30年に 20% という案もあったようです。それから考えますとですね、舛添都知事が立候補なさった時に、まあ、お話しなさってたのは 20% に高めたい、こういうお話があったんですが、これはどういうふうに整合性が取れてるんでしょうか。いや、それは日本国政府がおやりになることはおやりになることであって、私どもがみんなの力で再生ファンドを作ったり、それからオリンピックの時もいろんな東京都民のが作ったエネルギーだけで選手村やってみようじゃないかって、まあ、そういう話をいろいろやってるのは、それは東京都民の努力でできることはやろうということですから、政府と喧嘩しようとか、政府の関係、政府との関係どうであるとか、これは全く関係ありません。関係ありませんっていう、もう極端に言うと、私ども私たちができることをやって、それが他の地域に先駆けて我が東京都がやることが日本全体を良くすることにつながればいいというふうに思っておりますし、政府のその基本計画を作るにあたって私が呼ばれて聞かれたわけでもありませんし、それは政府が戦艦事項でおやりになることで、東京都は東京都で自分たちのやれることをしっかりやっていくと、そういうことに尽きると思います。エネルギー計画の中ではですね、火力と再生エネルギーと原子力とですね、まあ、大きく3つに分けられるんですけれども、今原発の再稼働も言われている時代ですけれども、これはどういうふうなミックス状態が最適なんだろうかという観点から、その 20% まで高めなければいけないと、こういうふうな判断というのはないんでしょうか。いや、それよりもですね、今 5、6% っていうのは他の自治体に比べても多くないと。そして東京は日本で最大の電力の消費地であって、消費者としてやれることがまずあるじゃないかという原点の方が私は優先しているというふうに思いますんで、まず省エネをやっていく、無駄な電力を使わない、その上で、太陽光であれ風力であれ、それから清掃工場から出る熱を利用した発電であれ、いろんなことがバイオマスであれできるんであって、もう忘れてはならないことは最大の消費地で電力消費地であると、その観点から私たちは自覚を持って取り組もうということでありますんで、全体の国のそのどういういろんなエネルギー源を組み合わせて最高のパッケージに持っていくかっていうのは、それは国がお決めになることですけども、我々は我々でやっていって、それが何らかの影響を国全体に与えればいいんじゃないかと、そういうふうに思ってます。よろしいですね。ちょっとなるべくダブらないようにします。はい、どうぞ。NHK 中島です。はい、予算特別委員会の時の自民党議員に対する質問の中でですね、浜離宮に迎賓館という部分でのお話があったと思うんですが、今現在どのようなお考えを持っていらっしゃるか。ですね、まず国のレベルでいうと、赤坂にある東京の迎賓館があります。まあ、これは西洋式です。まあ、悪く言えばベルサイユ宮殿のまがいもの、真似ごと。しかし京都迎賓館は桂離宮を持っていただければいいんで、非常に日本の伝統が生きています。やはりおもてなしっていう以上は、その国の伝統的な
建物でおもてなしできればいいんではないかなと思っておりますけれども、残念ながら東京都自身にそういう迎賓館が今ありません。それで、普通は、大使館だと各国大使館と大使公邸がレセプションの会場になります。で、渋谷にあります知事公舎がそういう役割を本来は一部持つことができると思いますけど、今ご承知のように使われてない状況です。それで今これは庁内で検討させてますけど、どういう案が一番いいか、例えば東京都が持っている公園を含めて施設、そういう中に何らかのものを設置する、それからまあそういうことをやるよりも、例えば昨日は非常に和風の場所で IOC の皆さん方と会食をしたんで非常に喜ばれましたね。そういうのは要するにレストラン的なものでも和風のところはいくらでもあるんで、まあ、そういう方がコスト的にいいのかどうなのか。しかしやはり2020年を控えて非常に伝統的な日本のおもてなしをするときに、その場所のしつらいというのもあると思います。で、今おっしゃいましたハムリー宮について言いますと、新たなものを作るということは文化財という観点からこれは不可能です。しかしながらあそこにまさに自民党のその質問なさった委員がおっしゃったように、かつて迎賓館的機能を持った建物がありました。これを復元するということは文化財法上も何の問題もないし、むしろ進められていて、確か7つぐらいお茶屋があるんですけど、今4つか5つぐらい復元中で、復元したのもあります。で、その迎賓、これも前回お話したと思いますけど、かつて明治時代にあった迎賓館は鹿鳴館ができたために向こうにその機能を移ったんでもう壊したと。で、その前に迎賓館が存在しているときにアメリカのグラント大統領が一月そこに滞在して、その茶屋で明治天皇とが謁見なさったという記録があるそうです。だからそういうことも含めて、それを復元した方がいいのかどうなのか、それはよく図面も今から探してみないといけないんで、できれば2020年の東京大会までに何らかの形で、東京都民が外国の方々をおもてなしできるような伝統的な日本的な迎賓館があることが望ましいと今考えております。今検討中です。はい、はい。フリーの横田はじめですけれども、はい、知事が書かれた憲法改正の裏表の本の中にはですね、はい、立憲主義を教わったことがない自民党国会議員が出来の悪い新憲法第二次草案を作ってですね、審議不十分な特定秘密保護法案の中心的メンバーでもあったと。その自民党が今憲法解釈による集団的自衛権の行使容認の議論を進めててですね、砂川事件の最高裁判例をもとに、解釈会見を始めようとして議論をしているんですが、それに対する知事のお考えをお伺いしたいんですが、ですね、あの本をお読みいただければ分かると思いますが、これ憲法9条の問題です。で、9条についてどういう改正案にしたか、例えば自衛軍という言葉を使ってやって、で、あの時の私の立場、今も変わりませんですけれども、集団的自衛権について言うと、国連憲章に遡ると、国連憲章上は個別的、集団的両方の自衛権をそれぞれの国は持ちますと書いてある。で、個人にしろ国家にしろ自衛っていうのは成文憲法がなくてもある意味で、自然法のレベルで当然持っている権利であると。まずそこまで。で、しからば集団的自衛権についてどうするのかということについて言うと、私は憲法の条文には一切書いてませんということは、憲法条文を改正しなければできませんという立場ではなくて、新たに改正ができたとして、第一草案の方ですね、その憲法9条の下で、一つは安全保障基本法、第二番目は国際協力基本法、安全保障基本法の中で、各自衛隊から自衛軍名称が変わった今の組織をどう運用するかを考える。で、国際協力基本法でどういう形で海外での
武力の行使をやるのかやらないのか、武器の輸出はどうするのか、で集団的自衛権どうするのか、その法律の体系の下できちんと決めますということは、その国会で、国権の最高機関である国会できちんと国会議員が議論をして、そしてあの私の案ですよ、その国際協力基本法を法律として制定してもらいます。その中でさまざまな意見があって、それで最後はあの採決で決めて決まると、そういうプロセスを考えております。ですから私はそれがベストな方法だというふうに思っておりますので、そういう観点から、まあ都知事という立場というよりむしろ憲法を勉強してきたものとして今の国政での動きをじっと眺めているということです。ということは白熱した党内議論もなしに、広い国民的議論もコンセンサスもないまま、閣議決定だけで、集団的自衛権を行使容認を認めると、まあ、今砂川事件を基づいてその解釈会見が可能だという論議が始まってますが、それはちょっと おかしいんじゃないかというお考えでしょうか。あの個々の判決判例の解釈はいろいろあると思いますけど、今申し上げましたように、私は国際協力基本法を法律として国会の場できちんと成立する、国民の代表がいる国権の最高機関で決めることですから、法律として決める、その中に集団的自衛権はあの各々しかじかで、こういうふうに行使しますと、例えば地球の裏側までは行きませんとか、分かりやすく言うとですよ、だから法律の形でやってくださいということで、すべて今の横田さんのことに対してあのご質問に答えが出ていると思いますので、はい、よろしいですか。なければもし、じゃあもう最後にお願いします。すみません、空港の問題なんですけども、あの空港の問題でございます、はい、この間知事が特派員協会まで来て講演されました、はい、あの外国特派員協会を千葉県の方はぜひあの向こうにも支所を作ってくれという呼びかけをしてますが、今の外国特派員協会、ね、そうですか、はい、それ知りませんでした。誰もあの向こうへ行く兆しはありません。今あの港区は10人に1人外国人です。またあの大使館が100件あります、はい、どこ行きましても、いつ自分との航空会社が羽田に入るんだと、24時間空港でその外国の国際線である以上はやっぱ羽田というのがあの皆さん外国の人が一番望んでいるという現実を一つ今一度考えていただいて、あの先ほど私が言いましたような羽田の国際、羽田はもう旅客にと、国内、まあ、つくお客さんの大半は乗り換えでみんなあの散らばって地方に乗るのにやはり羽田しかないんですね。ということであの知事にいずれ その方もご勘いただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、今おっしゃったように大使館関係とか企業の関係が港区にたくさんいることは確かなんですけども、企業って言っても例えば浜松に鈴木含めての会社ありますね。こういうところに外国人でたくさん働きに来られたり、それからあの関東の中でもブラジル系、あ失礼、日系のブラジル人なんかがたくさんあの働いているところもあります。ですからあの外国人が集積している場所っていうのは港区だけではなくて、結構各地に関東地域だけでも広がってるんで、じゃあ太田市から今申し上げた飛行機乗ってブラジル帰りたいなと、浜松から帰りたいなというときにどの空港が一番便利がいいんだろうっていうのは、その住所でかなり違うというふうに思いますんで、まああの私なんか外国人特派員協会で、聞いててですね、思うのはきちんと日本語ができる方々だけではありません。そして結局は日本の記者の皆さん方が書いたのを例えばジャパンタイムズが英語に直してる、それだけをもとにして質問なさったり、じゃ自分で取材するっていう基本はあなた方ないんですかと。そしてあそこでも東京 TX の話をしたのはあの23区だけじゃありませんよと、だから三多摩島しょ地域を重視したんですよっていうことを申し上げたんで、
もっと自分の足で現場を歩いて取材するっていうことがないと、外国人特派員のその質が実は問われるんじゃないかなと。その点、明治時代に来た外国の方々は、それは東北地方を自分の足で歩いてみたりとかね、言葉だって相当苦労して習ったと思うんで、だからまさに東京五輪の時に、東京だけじゃなくて多言語対応で周辺の地域含めて、この前会議やりましたですね、あれやったのは、例えば東京来たけど、どうしてもその世界的に有名な富士山、世界遺産の富士山に行きたい、じゃあどういうルートで行って、東京でおもてなしできるけど、山梨、静岡に行ったんじゃおもてなしできないとか、じゃあ自分はちょっと仙台まで行ってみたいと。でこういう方たちにも対応できるように多言語対応を広域的にやってるんで、私は2020年は東京のためだけじゃなくて各地域のためだというふうに思ってますんで、これはぜひ先ほどフランスのテレビとおっしゃいましたけど、まあ日本人ですけれども外国のコレスポンダントの方にもいろいろ頑張っていただきたいということを申し上げまして、ちょっと次の予定がありますんで終わります。ありがとうございました。